こんにちは。今日の講義は書籍、誰にも負けない努力仕事を伸ばすリーダーシップです。この本は経営の神様と呼ばれた稲盛和夫氏の言葉を集めた一冊です。京セラや KDDI の創業者として知られる稲盛氏の経営哲学が凝縮されています。彼の考え方や経験からリーダーシップの本質を学ぶことができる貴重な資料といえるでしょう。まず本書のタイトルに込められた意味について考えてみましょう。誰にも負けない努力という言葉には、稲盛氏の人生哲学が端的に表現されています。彼は常々、成功の秘訣は他人の何倍も努力することだと説いてきました。この考え方は、彼が提唱する京セラフィロソフィーの根幹をなすものです。本書は、リーダーシップを発揮する上で必要な心構えや行動指針を、稲盛氏の言葉を通じて学ぶことができる構成になっています。全体は8つの章に分かれており、それぞれが重要なテーマを扱っています。第1章、思いを実現するでは、目標設定の重要性と、その実現に向けた強い意志の必要性が語られています。稲盛氏は、明確な目標を持ち、それを実現するために全力を尽くすことの大切さを強調しています。彼の経験から、夢や目標を持つことが人生の方向性を定め、モチベーションを高める原動力になると説いています。具体的には、目標を設定する際にはできるだけ高い理想を掲げることが重要だと述べています。なぜなら、高い目標を持つことで人は自然と努力するようになり、その過程で成長できるからです。また、目標を達成するためにはそれを常に意識し、日々の行動に反映させることが大切だとも指摘しています。第2章、努力を重ねるは、本書のタイトルにも通じる内容です。ここでは、成功の鍵は地道な努力の積み重ねにあるという稲盛氏の信念が語られています。彼は、才能や環境よりも努力こそが成功を左右する最大の要因だと考えています。稲盛氏は自身の経験から、どんなに困難な状況でも諦めずに努力を続けることの重要性を説いています。彼は京セラを創業した当初、技術的にも資金的にも多くの困難に直面しましたが、それらを乗り越えられたのは誰にも負けない努力を続けたからだと振り返っています。この章では努力の質についても言及されています。単に長時間働くだけでなく、効率的かつ集中的に取り組むことの重要性が強調されています。また、努力を継続するためには強い意志と自己規律が必要だとも述べられています。第3章、強い意志を持つでは、リーダーに求められる精神的な強さについて論じられています。稲盛氏は、困難に直面しても諦めない強い意志こそが真のリーダーシップの源泉だと考えています。彼はビジネスの世界では予期せぬ困難や障害が常に存在すると指摘します。そのような状況下でリーダーが動揺したり諦めたりすれば、組織全体のモラルが低下してしまいます。そのため、リーダーには常に冷静さを保ち、どんな困難にも立ち向かう強い意志が求められるのです。稲盛氏は、この強い意志を養うためには日頃から自己鍛錬を怠らないことが重要だと説いています。例えば、小さな約束を必ず守る、決めたことは最後までやり遂げるなど、日常生活の中で意志力を鍛える習慣を身につけることを推奨しています。第4章、人格を高めるでは、リーダーとしての資質向上の重要性が語られています。稲盛氏は、真のリーダーシップは単なるスキルや知識だけでなく、人格の高さから生まれると考えています。彼は、リーダーの言動は常に部下や周囲の人々に影響を与えると指摘します。そのため、リーダーには高い倫理観と道徳心が求められるのです。稲盛氏は、自身の経験から、正直であること、公平であること、謙虚であることなどの重要性を強調しています。また、この章では自己啓発の重要性も説かれています。稲盛氏は、リーダーは常に学び続ける姿勢を持つべきだと考えています。新しい知識を吸収し、自己を高めていく努力が結果的に組織全体の成長につながるというのです。第5章、人を育てるでは、リーダーの重要な役割の一つである人材育成について論じられています。稲盛氏は、組織の成長は個々の社員の成長なくしてはありえないと考えています。彼は、
人材育成において最も重要なのは、個々の社員の可能性を信じ、その成長を支援することだと説いています。具体的には、適切な権限移譲や挑戦的な課題の付与などを通じて、社員の成長機会を積極的に創出することを推奨しています。また、稲盛氏は、人材育成には時間がかかることを理解し、長期的な視点を持つことの重要性も強調しています。短期的な成果にとらわれず、社員の潜在能力を引き出し、長期的な成長を支援することが、真のリーダーシップだと考えているのです。第6章、組織を生かすでは、組織全体の活性化について論じられています。稲盛氏は、個々の社員がその能力を最大限に発揮できる環境づくりこそが、リーダーの重要な役割だと考えています。彼は、組織の活性化には、明確なビジョンと目標の共有が不可欠だと説いています。全社員が同じ方向を向いて努力することで、組織の力が最大限に発揮されるというのです。また、オープンなコミュニケーションを促進し、社員の意見や提案を積極的に取り入れることの重要性も強調しています。さらに、稲盛氏は、組織の中に適度な緊張感を保つことの重要性も指摘しています。ただし、それは恐怖や圧力によるものではなく、社員一人一人が自発的に高い目標に挑戦する雰囲気を作ることが大切だと述べています。第7章、創造する手は、イノベーションの重要性と、それを促進するリーダーシップについて論じられています。稲盛氏は、激しく変化する現代のビジネス環境において、常に新しい価値を創造し続けることが、企業の生存と成長に不可欠だと考えています。彼は、イノベーションを促進するためには、リーダーが率先して挑戦的な姿勢を示すことが重要だと説いています。失敗を恐れず、新しいアイデアを積極的に試す文化を作ることが、組織全体の創造性を高めるというのです。また、稲盛氏は、真のイノベーションは、単なる技術的な進歩だけでなく、ビジネスモデルや組織文化の革新も含むと指摘しています。そのため、リーダーには幅広い視野と柔軟な思考が求められるのです。第8章、挑戦する手は、リーダーに求められる挑戦精神について論じられています。稲盛氏は、現状に満足せず、常に新しい目標に挑戦し続けることが、個人としても組織としても成長の鍵だと考えています。彼は、挑戦には必ずリスクが伴うことを認めつつも、そのリスクを恐れて挑戦しないことの方が、長期的には大きな損失につながると指摘しています。リーダーには、適切にリスクを評価し、それに見合うリターンを見込んだ上で、果敢に挑戦する勇気が求められるのです。また、稲盛氏は、挑戦の過程で直面する困難や失敗を、成長の機会として捉えることの重要性も強調しています。失敗から学び、それを次の挑戦に生かすことで、個人も組織も着実に成長していくことができるというのです。この本全体を通じて、稲盛氏のリーダーシップ哲学の核心が浮かび上がってきます。それは、誠実さ、努力、挑戦という3つの要素に集約されるでしょう。まず、誠実さについては、稲盛氏は常に正直で公正な経営を心がけることの重要性を説いています。彼は、短期的な利益よりも長期的な信頼関係の構築を重視し、それが結果的に持続可能な成功につながると考えています。次に、努力については、本書のタイトルにも表れているように、稲盛氏の哲学の中核をなすものです。彼は、才能や環境に恵まれていなくても、他人の何倍も努力することで、どんな困難も乗り越えられると信じています。そして、挑戦については、稲盛氏は常に新しい目標に向かって前進し続けることの重要性を強調しています。現状に満足せず、より高い目標を掲げ、それに向かって全力で取り組む姿勢が、個人としても組織としても成長の原動力になるというのです。これらの要素は、稲盛氏自身の経験に基づいたものであり、彼が京セラや KDDI、KDDI を成功に導いた原動力でもあります。そのため、本書に記された言葉には、単なる理論ではなく、実践に裏打ちされた説得力があります。また、本書の特徴として、稲盛氏の言葉がそのまま収録されている点が挙げられます。これにより、
読者は稲森氏の思考や感情をより直接的に感じ取ることができます。彼の熱意や信念が言葉を通じて直接伝わってくるのです。さらに本書では各章の冒頭に要約が付されており、読者が内容を効率的に把握できるよう工夫されています。これは忙しいビジネスパーソンにとって非常に有用な構成と言えるでしょう。本書の内容は主にビジネスリーダーを対象としていますが、その教訓は広く一般の人々にも適用可能です。例えば誰にも負けない努力という考え方は学生や若手社会人にとっても大きな励みになるでしょう。また人格を高めるという章で説かれている自己啓発の重要性はあらゆる年代の人々にとって有益な指針となるはずです。一方で本書の内容をそのまま現代のビジネス環境に適用することにはいくつかの注意点もあります。例えば稲森氏が強調する誰にも負けない努力という考え方はワークライフバランスを重視する現代の価値観とは一見相反するように見えるかもしれません。しかしここで重要なのは稲森氏が説く努力の本質を理解することです。彼が言う努力とは単に長時間労働をすることではありません。むしろ自分の仕事や人生に対して真摯に向き合い常に最善を尽くす姿勢を指しています。この観点から見れば稲森氏の教えは現代社会にも十分に適用可能だと言えるでしょう。また本書ではリーダーシップという言葉が頻繁に使用されていますが、これは必ずしも組織のトップにいる人だけを指すものではありません。稲森氏の考えるリーダーシップとは自分の立場や役割に関わらず周囲に良い影響を与え組織全体の成長に貢献する姿勢を指します。つまりどんな立場の人でもこの本から学ぶべきことがあるのです。本書の内容を実践に移す際には自分の環境や状況に合わせて適切に解釈し応用することが重要です。例えば組織を生かすという章で説かれている内容は大企業の経営者だけでなく小規模なチームのリーダーやプロジェクトマネージャーにも適用できます。重要なのは組織の規模に関わらずメンバー一人一人の能力を最大限に引き出し共通の目標に向かって協力し合える環境を作ることです。稲森氏の教えを日常生活に取り入れる方法としてはまず自分自身の目標を明確にすることから始めるのが良いでしょう。短期的な目標と長期的な目標を設定しそれらを達成するために必要な行動計画を立てます。そしてその計画に基づいて日々努力を重ねていくのです。また自己啓発の習慣を身につけることも重要です。読書や学習を通じて常に新しい知識を吸収し自分自身を成長させていく姿勢が結果的に周囲にも良い影響を与えることになります。さらに周囲の人々との関係性においても稲森氏の教えを実践することができます。例えば常に誠実さを心がけ約束を守り他者の立場に立って考えるなど日常的な行動の中で人格を高めていく努力をすることができるでしょう。本書の教えを実践することで個人としての成長だけでなく所属する組織や社会全体の発展にも貢献することができるはずです。稲森氏の哲学は単なるビジネス書の域を超えて人生の指針となる普遍的な価値を含んでいるのです。この本を読んだ後読者の多くは自分自身の生き方や働き方を見直すきっかけを得ることでしょう。そしてより高い目標に向かって挑戦する勇気を得るかもしれません。稲森氏の言葉には人々の心に火をつけ行動を促す力があるのです。最後に本書の意義は単に成功のための方法論を提示しているだけではないということを強調しておきたいと思います。稲森氏の哲学の根底には人間としての在り方生き方に対する深い洞察があります。彼はビジネスの成功と人格の向上が不可分であることを説いているのです。この観点から見ると本書は単なるビジネス書を超えて現代社会に生きる我々に対する重要なメッセージを含んでいると言えるでしょう。それは物質的な成功だけでなく精神的な充実を伴う間の幸福を追求することの大切さです。稲森氏の教えは激しい競争社会の中で見失いがちな人間性の回復を促すものでもあります。彼が説く誠実さ、努力、挑戦という価値観はビジネスの世界だけでなく
我々の日常生活においても、より豊かで充実した人生を送るための指針となるでしょう。本書を通じて、読者一人一人が自分自身の人生や仕事を見つめ直し、より高い理想に向かって歩み始めるきっかけを得ることができれば、それこそが著者の本当の願いではないでしょうか。そしてそのような個人の変化が集まることで、やがては社会全体がより良い方向に変わっていく可能性をこの本は示唆しているのです。さて、ここまで誰にも負けない努力仕事を伸ばすリーダーシップについてお話しました。ここからはこの本の内容をさらに深く掘り下げていきましょう。稲盛和夫氏の経営哲学の根幹にある利他の心について考えてみましょう。これは単なる慈善精神ではなく、ビジネスの成功と深く結びついた概念です。利他の心とは、自分の利益だけでなく他者や社会全体の利益を考えて行動することを意味します。これは東洋思想、特に仏教の影響を強く受けた考え方です。仏教では縁起という概念があります。これは全ての物事は相互に関連し合い、影響を与え合っているという考え方です。ビジネスの文脈で考えると、企業は単独で存在しているのではなく、顧客、取引先、従業員、地域社会など様々なステークホルダーとの関係性の中で成り立っているということになります。この縁起の考え方をもとに、稲盛氏は利他の心を持って経営することの重要性を説いています。つまり、自社の利益だけを追求するのではなく、関わる全ての人々の幸せを考えて行動することが、結果的に自社の持続的な成功につながるという考え方です。例えば、顧客満足度を最優先にすることで長期的な信頼関係を築き、安定した収益を得ることができます。また、従業員の幸せを第一に考えることで、モチベーションの高い優秀な人材を確保し、生産性の向上につながります。さらに、地域社会への貢献は企業イメージの向上や新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。この利他の心は、現代のビジネス用語で言えばステークホルダー資本主義に近い概念です。これは株主の利益だけでなく、全てのステークホルダーの利益を考慮して経営を行うべきだという考え方です。近年、持続可能な開発目標 SDGs の達成に向けた取り組みが世界的に広がる中、この考え方はますます重要性を増しています。稲盛氏の利他の心は単なる理想論ではありません。彼自身がこの理念を実践し、大きな成功を収めてきました。例えば、京セラでは全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類社会の進歩発展に貢献することを経営理念として掲げ、実践してきました。この理念のもと、従業員参加型の経営や独自の会計システムアメーバ経営を導入し、高い収益性と従業員満足度を両立させてきました。アメーバ経営は、組織を小さな単位アメーバに分け、それぞれを独立した採算単位として運営する手法です。各アメーバのリーダーは、まるで自分の会社を経営するかのように、売上や利益に責任を持ちます。この手法により、従業員一人一人が経営者意識を持って働くようになり、組織全体の生産性が向上します。さらに、稲盛氏は利他の心を社会貢献活動にも広げています。京都省の創設はその代表例です。京都省は、人類の科学や文明の発展に貢献した人々を顕彰する国際的な賞で、ノーベル賞に匹敵する権威を持つとされています。これは、稲盛氏が人類社会の発展に貢献したいという思いから私財を投じて設立したものです。このような活動は直接的な利益を生むものではありません。しかし、社会全体の発展に寄与することで、結果的に企業の評価を高め、優秀な人材の獲得や新たなビジネスチャンスの創出につながる可能性があります。これこそが利他の心が持つ力だと言えるでしょう。稲盛氏の利他の心に基づく経営哲学は、現代のビジネス環境においても非常に示唆に富んでいます。例えば、近年注目されているパーパス経営との親和性が高いと言えるでしょう。パーパス経営とは、企業の存在意義、パーパスを明確にし、それを軸に経営を行う手法です。パーパスは単なる利益追求ではなく、社会的な価値の創造を含むものです。これは稲盛氏の
全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献することという経営理念と非常に近い考え方です。パーパスを明確にすることで、従業員のモチベーション向上や顧客からの支持獲得につながるとされています。また、稲盛氏のリタの心は、近年注目されているサーバントリーダーシップの概念とも通じるものがあります。サーバントリーダーシップとは、リーダーが部下に奉仕するという考え方です。つまり、リーダーの役割は部下の成長や幸せを支援することだという考え方です。稲盛氏も、リーダーの役割は人を育てることだと強調しています。彼は、リーダーは自分の能力を誇示するのではなく、部下の能力を最大限に引き出し、成長を支援することが重要だと説いています。これは、まさにサーバントリーダーシップの考え方と一致します。さらに、稲盛氏の誰にも負けない努力という考え方は、現代の成長マインドセット理論とも共通点があります。成長マインドセットとは、能力は努力によって向上させることができるという信念です。これに対して、能力は生まれつきのもので変えられないという考え方を、固定マインドセットと呼びます。研究によると、成長マインドセットを持つ人は、困難に直面しても諦めずに努力を続ける傾向があり、結果的に高い成果を上げることが分かっています。稲盛氏の誰にも負けない努力という教えは、まさにこの成長マインドセットを体現したものだと言えるでしょう。稲盛氏の経営哲学の中で特に興味深いのは、心を高めることの重要性を説いている点です。彼は、ビジネスの成功には技術や戦略も重要だが、それ以上に心の持ち方が重要だと主張しています。これは、現代のエモーショナルインテリジェンス、EQ の概念と通じるものがあります。EQ とは、自己の感情をコントロールし、他者の感情を理解し、適切に対応する能力のことです。高い EQ を持つリーダーは、チームのモチベーションを高め、コンフリクトを効果的に解決し、より良い人間関係を構築できるとされています。稲盛氏が説く、心を高めるとは、まさにこの EQ を高めることに他なりません。彼は、リーダーは常に自己を顧みて、より高い倫理観と道徳心を持つよう努力すべきだと説いています。これは、単に良い人になるということではなく、ビジネスの成功に直結する重要なスキルを磨くということなのです。例えば、高い倫理観を持つリーダーは、従業員や顧客からの信頼を得やすく、長期的な関係を構築しやすいでしょう。また、自己の感情をコントロールできるリーダーは、ストレスの多いビジネス環境でも冷静な判断を下すことができます。さらに、他者の感情を理解し、適切に対応できるリーダーは、チームのパフォーマンスを最大化することができるでしょう。稲盛氏の心を高めるという教えは、現代のビジネス環境においても非常に重要な意味を持っています。例えば、近年注目されているオーセンティックリーダーシップの概念とも通じるものがあります。オーセンティックリーダーシップとは、リーダーが自己の価値観や信念に基づいて誠実に行動し、フォロワーとの間に信頼関係を築くリーダーシップのスタイルです。オーセンティックリーダーは、自己認識が高く、自分の強みや弱みを理解しています。また、自己の価値観や信念に基づいて一貫した行動をとり、オープンで透明性の高いコミュニケーションを心がけます。これは、まさに稲盛氏が説く、心を高めることの実践と言えるでしょう。さらに、稲盛氏の経営哲学は、近年注目されているマインドフルネスの概念とも関連があります。マインドフルネスとは、今この瞬間の体験に意図的に注意を向け、評価せずに受け入れる心の状態のことです。ビジネスの世界でも、ストレス軽減や集中力向上、創造性の促進などの効果が注目され、多くの企業が導入を始めています。稲盛氏も、常に今に集中することの重要性を説いています。彼は、過去の失敗にとらわれたり、未来の不安に振り回されたりするのではなく、今この瞬間に全力を尽くすことが重要だと主張しています。これは、まさにマインドフルネスの考え方と一致します。このように、稲盛氏の経営哲学は、現代の経営理論や心理学の知見とも多くの共通点を持っています。しかし、彼の教えの真髄は、
これらの概念を単に理解するだけでなく、実際の行動に移すことにあります。稲盛氏は常々四行合一の重要性を説いています。これは知識と行動が一致していなければならないという考え方です。つまり、いくら素晴らしい理論や哲学を知っていても、それを実践しなければ意味がないということです。この知行合一の精神は稲盛氏自身の人生にも現れています。彼は自らの哲学を単に説くだけでなく、実際のビジネスの中で実践し、大きな成功を収めてきました。そしてその経験に基づいて、より深い洞察を得て、さらにそれを実践するという循環を続けてきたのです。この知行合一の考え方は現代のビジネス教育にも重要な示唆を与えています。多くのビジネススクールでは理論や概念の学習に重点が置かれがちですが、稲盛氏の教えに従えば、それらの知識を実際のビジネス現場で実践し、その経験から学ぶことがより重要だということになります。実際、近年のビジネス教育では座学だけでなく、実践的な演習やインターンシップなどを重視する傾向が強まっています。これはまさに稲盛氏の知行合一の精神を体現したものと言えるでしょう。稲盛氏の経営哲学のもう一つの特徴は、全体最適を重視している点です。これは部分的な最適化ではなく、組織全体としての最適化を目指すという考え方です。この考え方は前述のアメーバ経営にも現れています。アメーバ経営では各部門、アメーバが独立採算制で運営されますが、同時に全社的な目標に向かって協力することも求められます。つまり、自部門の利益だけでなく、会社全体の利益を考えて行動することが求められるのです。この全体最適の考え方は現代のビジネス環境においてますます重要性を増しています。例えばデジタルトランスフォーメーション DX の推進においては、部門間の壁を越えた協力が不可欠です。またサプライチェーン全体の最適化や SDGs への取り組みなど、組織の境界を越えた全体最適の実現が求められています。稲盛氏の経営哲学はこのような現代的な課題に対しても示唆に富んでいます。彼の説く利他の心や全体最適の考え方は、組織の壁を越えた協力や社会全体の利益を考慮したビジネスの在り方を示唆しているからです。さらに稲盛氏の経営哲学の中で特筆すべきは、素直な心の重要性を説いている点です。これは一見ビジネスの世界では通用しないような柔らかい概念に思えるかもしれません。しかし稲盛氏はこれこそがイノベーションと成長の源泉だと主張しています。素直な心とは、先入観や固定観念にとらわれず、常に新しいことを学ぼうとする姿勢のことです。これは現代の経営学でいう学習する組織の概念と通じるものがあります。学習する組織とは、環境の変化に適応し常に自己変革を続ける組織のことを指します。稲盛氏はどんなに成功した企業や個人でも、素直な心を失えば成長が止まってしまうと警告しています。これはいわゆる成功の罠を避けるための重要な教訓です。成功体験にとらわれず、常に新しい知識や技術を吸収し続けることが持続的な成功には不可欠なのです。この素直な心の概念は、近年注目されているアジャイル経営の考え方とも共通点があります。アジャイル経営とは、環境の変化に柔軟かつ迅速に対応する経営手法のことです。素直な心を持ち、常に新しい情報やフィードバックを受け入れる姿勢は、アジャイル経営を実践する上で不可欠な要素と言えるでしょう。稲盛氏の経営哲学のもう一つの特徴は、感謝の心を重視している点です。彼は、成功は決して一人の力だけで達成されるものではなく、多くの人々の支援や協力があってこそ可能になると説いています。そしてその事実に深く感謝することが、さらなる成功への道を開くと主張しています。この感謝の心は単なる美徳ではありません。心理学研究によると、感謝の気持ちを持つことは、ストレス軽減やメンタルヘルスの向上、さらには創造性の促進にもつながるとされています。つまり、感謝の心を持つことはビジネスパフォーマンスの向上にも寄与する可能性があるのです。また、感謝の心は組織内の人間関係や企業文化の向上にも大きな影響を与えます。
感謝の気持ちを表現することで、チームの結束力が高まり、協力的な雰囲気が醸成されます。これは生産性の向上やイノベーションの促進にもつながるでしょう。稲盛氏の経営哲学は、このように現代のビジネス環境においても非常に示唆に富んだものです。彼の教えは、単なる成功法則ではなく、人間としての在り方、生き方に根ざした深い洞察に基づいています。そして、その洞察が結果的にビジネスの成功にもつながるという点が、彼の哲学の真髄と言えるでしょう。現代のビジネスリーダーにとって、稲盛氏の教えから学ぶべきことは多々あります。技術や市場が急速に変化する現代において、確固たる哲学や価値観を持ち、それに基づいて行動することの重要性は、むしろ増しているとも言えるでしょう。稲盛氏の経営哲学は、短期的な利益追求ではなく、長期的な視点に立った持続可能な成長を重視しています。これは、現代の企業が直面している多くの課題、例えば環境問題への対応や社会的責任の遂行などにも通じる考え方です。彼の説く利他の心、全体最適、素直な心、感謝の心といった概念は、一見すると古風で理想主義的に思えるかもしれません。しかし、これらは実は非常に現代的な課題に対する回答を含んでいるのです。複雑化し、不確実性が増す現代のビジネス環境において、これらの価値観に基づいて行動することが持続的な成功への道を開く可能性があるのです。稲盛氏の経営哲学は、ビジネスの成功と人間としての成長が不可分であることを教えています。利益を追求しつつも常に高い倫理観を持ち、社会に貢献する、そしてその過程で自己を高め、周囲の人々も成長させていく、このような姿勢こそが真の意味でのサステナブルな経営につながるのではないでしょうか。現代のビジネスリーダーには、テクノロジーの進化や市場の変化に対応する能力と同時に、確固たる哲学や価値観を持つことが求められています。その意味で、稲盛氏の経営哲学は現代のリーダーにとって貴重な指針となるものです。彼の教えを深く理解し、それを日々の実践に移すことで、ビジネスの成功と人間としての成長を同時に達成することができるでしょう。以上、本日の講義では、誰にも負けない努力仕事を伸ばすリーダーシップを通じて、現代のビジネス環境におけるリーダーシップの本質について深く掘り下げてきました。この書籍が提示する経営哲学は、単なる成功法則ではなく、人間としての在り方、生き方に根ざした深い洞察に基づいています。特に注目すべきは、ビジネスの成功と人格の向上が不可分であるという考え方です。例えば、逆境を乗り越える力について考えてみましょう。著者は、困難な状況に直面した際、それを単なる障害としてではなく、成長の機会として捉えることの重要性を説いています。これは、心理学でいうレジリエンスの概念と通じるものがあります。レジリエンスとは、逆境や困難から立ち直る力、適応する能力のことを指します。ビジネスの世界では、予期せぬ危機や変化が常に起こり得ます。そのような状況下で、いかに柔軟に対応し、むしろそれを成長の糧とできるかが、リーダーには求められるのです。著者の経験に基づく教えは、このレジリエンスを高める具体的な方法を示唆しています。例えば、日々の小さな困難を克服する習慣をつけること、常に前向きな姿勢を保つこと、失敗を恐れず挑戦し続けることなどが挙げられます。また、創造性の育成についても興味深い視点が提示されています。著者は、真の創造性は既存の枠組みにとらわれない自由な発想と、それを実現するための地道な努力の組み合わせから生まれると説いています。これは、心理学者のミハイ・チクセントミハイが提唱したフロー理論とも通じる考え方です。フロー状態とは、人が何かに没頭している時に感じる時間の感覚が失われるほどの集中状態のことを指します。チクセントミハイの研究によると、このフロー状態にある時、人は最も創造的になり、また最も幸福感を感じるとされています。著者の言う誰にも負けない努力は、まさにこのフロー状態を生み出す源泉となりうるものです。自分の能力と課題のバランスが取れた状態で全力を尽くすとき、人は創造性を最大限に発揮できるのです。さらに、
組織の活性化についても重要な示唆が含まれています。著者は組織の成功は個々のメンバーの成長と密接に結びついていると主張しています。これはピーター・センゲが提唱した学習する組織の概念と共通点があります。学習する組織とは組織全体が継続的に学習し自己変革を続けていく組織のことを指します。著者が強調する全員経営の考え方はまさにこの学習する組織を実現するための具体的な方法論と言えるでしょう。例えばアメーバ経営は組織を小さな単位に分けそれぞれに大きな権限と責任を与えることで組織全体の学習能力と適応力を高めようとするものです。これは現代の急速に変化するビジネス環境において非常に有効な組織運営の手法と言えるでしょう。また倫理的リーダーシップの重要性も強調されています。著者はビジネスの成功と高い倫理観は決して相反するものではなくむしろ長期的な成功のためには不可欠だと主張しています。これは近年注目されているサステナブル経営の考え方とも通じるものがあります。サステナブル経営とは経済的利益だけでなく社会的責任や環境への配慮も含めた総合的な価値創造を目指す経営のことを指します。著者の説く利他の心や全体最適の考え方はまさにこのサステナブル経営の本質を捉えたものと言えるでしょう。短期的な利益追求ではなく社会全体の持続可能な発展に貢献することが結果的に企業の長期的な成功につながるという洞察は現代のビジネスリーダーにとって非常に重要なメッセージです。本書の教えは単にビジネスの成功法則を説いているだけではありません。それは人間としての在り方生き方に根ざした深い哲学であり同時に実践的な知恵でもあります。現代のビジネス環境が直面する複雑な課題に対して本質的な解決の方向性を示唆しているのです。変化の激しい現代社会において確固たる哲学や価値観を持ちそれに基づいて行動することの重要性はむしろ増していると言えるでしょう。本書の教えを深く理解し日々の実践に移すことでビジネスの成功と人間としての成長を同時に達成することができるはずです。皆さんにはこの講義で学んだことをぜひ自身のリーダーシップスタイルに反映させ実践していただきたいと思います。そしてその過程で生じる疑問や気づきを次回の講義でぜひ共有してください。皆さんとのディスカッションを通じてさらに理解を深めていけることを楽しみにしています。そして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが充実した人生を送るための基盤となるからです。健康な体があってこそ日々の活動や学びに集中できますし自信を持って社会生活を送ることができます。そこで今日は健康と美容を両立させるための画期的なサービスライザップについてお話しします。ライザップは結果にコミットをモットーとする革新的なプライベートジムです。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするというフレーズで話題のパーソナルトレーニングジムで自信を持ってご案内させていただきます。ライザップの最大の特徴は専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとってこの点は大きな魅力となっています。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し一緒に目標に向かって頑張ってくれるのでモチベーションを保ちやすいのです。またライザップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ食べられるダイエットとして知られています。これは単に体重を落とすだけでなく健康的に痩せ理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらにリバウンドしにくい体作りにも注力しているので長期的な健康維持にも効果的です。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また完全個室のプライベートな空間で行われるので人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライザップの自信の表れとして30日間無条件全額返金保証も実施しています。これはライザップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらにライザップは単なるダイエットサービスを超えて総合的な健康管理サービスへと進化しています。
専属のトレーナーだけでなく、カウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより、体重減少だけでなく、総合的な健康の向上を目指しています。ライズアップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたい、など、一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して結果にコミットすることを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライズアップの成功の秘訣はこのような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライズアップメソッドによって 52kg 減量、 38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライズアップは今後さらに包括的な分野で健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中でそのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライズアップの成功は単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライズアップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライズアップは顧客の期待を上回る感動を提供することで強い共感を得ています。このようにライズアップは単なるダイエットジムを超えた総合的な健康・美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。